蒲田駅にやってまいりました。大田区から次にですね、区議会議員に立候補する予定の高杉康次でございます。大田区議会で共産党は危険だ、滅ぼすべきだと本議会で言ってもらってですね、見事懲罰委員会にかけられてもらいたいと思っております。私は豊島区議会議員にこれを言って懲罰委員会にかけられました。47年ぶりの懲罰委員会開催ということでありました。ですけれども、おかしいですよね。共産党は誰一人取り残さないとか日頃言ってるくせにですね、私がですね、共産党は滅ぼすべきだと言ったのは認めない。おかしくないでしょうか。多様性多様性言うんでしたらば、私がそう思う多様性も認めろと。リベラルって皆様どういう意味かご存知でしょうか。それ寛容って意味なんですけれども、何事も優しく受け入れる、それがリベラルというものなんですけれども、なぜか私の共産党は滅ぼせという考えはあいつら受け入れないんですよね。不思議なことであります。自分の認めた多様性価値観しか認めない、反論許さない、ということはですね、49年間共産党職員一筋やってきた方がなんで代表選挙やらないんですか。なんで C 和夫さんは23年間も代表やってるんですか。いくら選挙においてもなんで責任取らないんですか。物申した共産党職員を除名しておりました。これこそですね、多様性を許さない共産党の本質だと思っております。あの人ら言うこととやることが全然逆なんですよ。左翼のダブルスタンダード二枚舌は異常であります。私はこれをどんどんですね、議員を誕生させて議会で言ってもらってですね、共産党は危険だ、滅ぼすべきだ、あいつらが力を持ったらとんでもないことになるよ。大体ですね、皆さん考えてみてください。誰もが平等に生きれる社会というのは、誰もが共産党の管理下、監視下、支配下に入るってことなんですよ。冗談じゃないですよね。私は共産党が滅びるまでこれを言い続けていきたいと思います。もちろんそんなわけで、高杉康次お見知りおきください。よろしくお願いいたします。